私 の, あのアルバムもみんなね、ああもう、はい、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます、それでは、はい、ピアノ作曲詩人川瀬宏でございます。よろしくお願いします。今度ね、あのフランシス・レイさん の, あの、まあ、ご家族率いる、フランスからのオーケストラが、日本のいろんなミュージシャンたちと、コンサートを開きます。10月16日の東京国際フォーラムの皮切りに、まあ、最後日本大阪で締めるんですけどね、まあ、それに私は残念ながら出演はできませんけれども、あ、はい、まあ、あのプライベートではフランシス・レイさんのコンサートいっぱいやってるのと、今度30日ね、さっきから何回もご紹介いただきますけども、横浜相鉄天皇町の駅前にある、岩間市民プラザホール、結構でかいところなんで、ね、そこで演奏しますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。ではそこでやる予定だけど全然最近やってなかったのをちょっと忘れかけてるのをちょっとやりますね。一つは、冒険また冒険、ラボンティウス製ラボンティウス、ジョニー・アリディという、まあ、あのロック歌手かつ、まあ、映画の主演もね、いろいろやってる人です。では行きます。ここね、せっかくあのキーボードあるのになんか狭くなるだけで全然聞いてね、この2人目、ね、いらっしゃってからスタンバイする時間もなかったですから ね, ね、はい、まあ後でやりましょうね、はい、thank you.
32日はね、今日はマシャルが今カホンが入ってくれましたけども、事前に準備してもらってるチュンさんが叩いてくれることになってるんで、はい、まだ一回回せないで当日になっちゃうかもしれないけど、ね、はい、やってます。もう一曲もそうですね、流れ物ルバイユです。では、こっちは、ね、フランス・レイさん自身が歌ってます。